願う、これおそらくよく使うと思うんですね。よろしくお願いします。でこれも今までのことを応用するとすぐできます。まずここの、ね、中心に合わせて、はい、中心に合わせてこうつける感じですね。いいですよこれ。こうで次をですねちょっと斜めにぺったんこにします、はい、ここが広いからかっこ悪いんですね、はい、はい。斜めにでここひっつけてスタートして角度つけますよ。しっかりこれ大きく大きく、はい、で真ん中の線はちょっと短く描くと字がうまく見えます、はい、明るく見えます少しね、はい、でこう書いてそのあたりね長くで上の方にちょんちょん書きます、ね、糸辺と同じですね、はい、でこれもこっちの貝これが腹に負けないように書いてほしいんです。大きく大きく大きく、ね、短く短くつける同じですね。で最後は払って止まるでこっちが下に下がるとかっこいいです、ね、こことこの高さをちょっと下げるんですね。はい、この字はですねよろしくお願いします、大きく書いていいですよ、はい、願うっていう字よく使いますから画数が多いから大きく、こういう最後に歯が来る字があると思ってあったら、うん、全部最後は左よりも右を下に下げると落ち着きます字が、はい、ね、こういう字、まあ、例えばお買い物をするとかでも何でもそうですね、こう書いたりすると よく来ると思うんですね。書いっていう字はね、はい、あったら最後は払ってちょっと下からスタートしてぐっと止めると落ち着きます字が、ね、あちょっと書いてみましょうか、正確なんでね、はい、何でもいいんです。最後はぐっとね下がるんです右は。これまた最後に歯が来ましたね、はい、さっきあったやつです。で人面もちょっと長さが長いですからこれぐらいでいいです、ね、長さが長いですね。でちょっと下げて書いてください、ね、下げる、ね、低い高いね、低い高い、もうパターンが分かってきたと思うんですね。でこの線を短くしておいてこっちを長く書く、でも長い横線ですから必ず反ってくださいね。反るすごく重要です。でこれは中心の方から軽く払う、で次はちょっと下げてぐっと長くする、ちょっとこんな感じで書いてみましょうか、はい。この間が開くとかっこ悪いんですね、うん、ね、最後の歯がこうなっちゃうんでこんな感じですね、はい、はい、もう一回